社長も部長も俺を使い捨ての駒としか思っていない。龍河製薬は日清日露で名を知らしめ、太平洋戦争で大きく業績を伸ばした。時貞王はその立役者である立志伝中の人、その原動力となるのはあれ。龍河一族には謎が多い。だがだからこそその内側に食い込むことができれば俺の社内での立場は有利になる。重役の椅子は確実だ。捨てられる前にのし上がる。お主、思想が出ておるぞ。この先地獄が待っておる。わしには見えるのじゃ。見えないものが見えるのじゃ。何寝ぼけたこと言ってんだ、じいさん。現に空、お主の後ろ、大勢ついておる。あれから長い時が経った。あれから70年、ついにこの時が来たか。お母さん、わしは探し物をしに来たんじゃよ。こいつはただの負け犬だな。君に我が社の命運を託そう。捨てられる前にのし上がる。そのためなら何だってやってやる。見かけない顔がいるようだけど。ギギ、あそこは禁域とされているんです。暴いてやろうぜ。何を見ても逃げるでないぞ。このままではもって3日ほどかと。なんだここは。重い因果を背負わせたものじゃ。引き返してください。この先は何が起こるか分かりません。殺せ、どこじゃ、どこにおる。まった人間ってやつは。約束しろ、絶対に生きて戻ってくると。我が子が生まれる世界、この目で見てみとうなった。